長坂本さんです。よろしくお願いします。炭を使った道具、これアイロン、炭を燃えてるのをね、そこに中へ入れて、ああ、入れてね、蓋をして、うん、それでアイロンするわけですね。これは和裁。そのアイロンはあのちょっと小ぶりじゃないですか。それもっとバカでかいやつね。なるほどだワールドで私当たったことあるよ。パキスタンのアイロンとか言うて、パキスタンはものすごくでかかったですよ。ああそうですか。日本はやっぱりええな。これはにあの和裁をするときに使ったの。あ、コテね。こんなんようあったもんですね。そうですね。この炭アイロン、このちっちゃいのかわいい。ね。ね、アイロンするものに塗って書いたんですね。これは今でいうヒーター、こたつですね。あ、炭のヒーター。これは炭だったんや。炭を入れたんですね。火鉢も炭だったんか。そうな、当たり前か。これが一番残ってるのは今これ多いですね。で僕らちっちゃい頃はここに網をかけまして餅を焼いてね食べましてね、ここに腰をかけてよく怒られる、ね、でこれはこのものは貧弱なものですけども、いいのになりますと、ここでお酒を沸かしたりお湯を沸かしたりするようになってるんですね。この中に管通ってましてね、炭を燃やすとここで湯が沸くようになってますね。ああ、お水を張れるようになってた。そうそうそう。へえ。いいのになると値打ちがあるようですね。そうなんでも めったに見たことないから、金持ちの家にはあったやろな。最近はね、みんな捨ててますのでね、家を改造した、あるいは、蔵を取り壊したということで、みんな捨ててますんでね、残ってるのは少ないようですね。へえ。